おい待て、誰かいるぞ。超能力者か。世界の終わりを迎えてもまだ戦うんだな。何者だ。わからない。でも超能力者よ。もう全然しかないようだね。使うが嵐。代わりに頑張りたまえ。
待って、あなた誰？まさかユイト？バカな、その声はカサネ・ランドルなのか？ユイト・スメラギ、この親父が？待て、その嫌味な声はシデン・リッターか？そうか、じゃあ君たちはスウォー事変のタイミングでこの時代へ飛んできたんだな。ふん、なんとなく見えてきたぞ。信じがたいことではあるが、ユイとスメラギ、目が見えないようだね。私は嵐スプリングだな。声でわかる。よろしい、ではグループに入れるかな？いや、この姿を見てわかる通り、俺は海抜雲を退役した。超能力は使えるが、グループに入るのは無理だ。うん、では教えてくれ。私たちはニュー暦2020年のスウォーにいるつもりなんだが、もちろん違うね。さすが嵐だな。ここは2070年のスウォーだ。そんな、バカな。私たち未来に来てしまったっていうの？何？地震？始まったな。終わりが。ユイト、どういうことなの？どうして50年後のスオがこんなことに？ゆっくり説明してやりたいが、時間がない。この星はもうすぐ滅びる。俺が、このユイとスメラギが世界を滅びに導いた。はあ？お前何をやったんだ？カレン連隊長も同じようなことを言っていたけど。あの人に会ったのか。まあいい、何にしても全ての原因は俺にある。とにかくこの世界は消えようとしている。過去の俺とカサネが作り出した疑似ブラックホール、クナドゲートに飲み込まれて。私たちが作り出した？まさかあの赤い糸の？そうだ、カサネ、君の超能力は念力じゃない、重力操作。つまり次元を操作する力が念力のように見えていただけだ。カサネは時間跳躍能力を持っている。それが君の見ていた赤い糸の夢、レッドストリングスだ。レッドストリングス。それじゃあさっきクナドで起きたあの現象が私たちをここへ。なんだ、みんなが消えた。そうか、時間が来たんだな。時空を超えた先の世界に存在し続けることができるのは時間跳躍能力を持っている者だけだと聞いている。君の力に巻き込まれた者はいずれ元の時間に引き戻されてしまうらしい。今の嵐たちのように。ユイト、どうしてそんなに詳しいの？誰にその話を聞いたの？アラハバキが教えてくれた。だから俺はカサネが未来へ飛んでくるのを待っていたんだ。ちょっと場所を変えようか。どこも危険には違いないが、とりあえずここよりは安全な場所の方がいい。海抜軍本部前へ行こう。今はユイトに話を聞くべきね。次は、こんなところに。無駄よ。
戸惑っているだろうな。実は俺もだ。カサネがいつか過去からやってくるのを待ってはいたが、それでもこうして現実になるまでは半信半疑だった。何があったの？50年前、セイラン市の反乱があってから、ニューヒムカは国の威信を守ることに躍起になった。そして俺を、ユイとスメラギを旧国の英雄と祭り上げ、国民の目をそらそうとしたんだ。俺は逆らえなかった。兄のカイトに懇願されて、そうするしかないと思ったんだ。親父は暗殺されて、カサネはその犯人だと言われて行方不明になっていた。何を信じていいのかわからなかった。私が評議会議長を殺した？どういうこと？俺も現場を見たわけじゃない。だが状況証拠がカサネを示していた。カサネが姿を消したのも、それが真実だからだと思っていた。実際はカサネは未来に飛んでいたんだな。私はあなたのお父様を殺したりはしないわ。話を戻そうか。カサネが消えた50年前の時代では、セイランとスオーとの対立は激しさを増していった。そして俺は怪異討伐やセイラン側についた超能力者たちとの戦いに明け暮れた。そうしていくうちに、あいつが成長を始めた。クナドゲート、私とあなたが作り出してしまった疑似ブラックホール。俺とカサネの超能力は同じ性質の重力操作だったんだ。だから俺自身も時間跳躍能力、レッドストリングスを持っているらしい。そして俺たちが同じ超能力を持つせいで、互いの力が共鳴して重力異常を引き起こしてしまった。大部分はカサネの力によるもので、俺自身には時空を超えるほどの力はなかったんだがな。でも何がきっかけでクナドゲートは成長したの？本来あのゲートは時間跳躍の際に一瞬だけ出現し、すぐ消失するものらしい。だがカサネが時間跳躍の力を使った時に、俺の力が共鳴したせいでゲートは消えなかった。それどころか、俺が超能力を使うたびにあのゲートは激しく歪み、周囲の空間を飲み込んでいった。あれを消す方法はないの？俺が死ぬことだ。俺が死ねばゲートを維持し、歪ませている因子であるユイとスメラギの超能力の痕跡が消える。だが俺はその選択をしなかった。何か他に手段があると、周りからもそれを探そうと説得され、いや違うな、それでも結局俺は自分を殺せなかったんだ。死ぬのが怖かった。何とかして生き残る道を探そうとしてもがいて、俺が死んでもゲートが消えないところまで来てしまった。だからこの世界は滅びる、この大地もブラックホールに飲み込まれて消える。だから重ね、俺を殺してくれ。50年前に戻って、まだクナドゲートが成長する前に、負の英雄ユイとスメラギの息の根を止めてほしい。無理よ、あなたはナオミの大切な人なの。だからそんなことはできない。それにどうやって50年前に戻ればいいの？レッドストリングスは感情の起伏によって発動する。何か衝撃的なことに心が傷つき、大きく揺れた時に。でも今の私に感情の揺れなんて
丈夫だ。そのための手段を考えてきた。もう何年も、全てはこの時のために。それは何？50年前から怪異の研究は進んでいる。怪異が好む音を使って呼び寄せることも可能になった。遠ざける方はまだ完成しなかったが。怪異！まさかあなた、私の前で。おこがましいかもしれないが、少しは心が揺れてくれるだろう。冗談じゃないわ。一緒に怪異を叩きましょう。カサネ、今の俺はなぜ君が親父を殺したのか分かる気がするんだ。何？ニューヒムカでは人間を怪異に変える研究が進んでいた。50年前のあの時、ナオミを怪異にしたのはニューヒムカの人間だ。その研究を指示していたのは親父だった。英雄となったユイとスメラギもその事実を知った。そして非道さを知りながらも、結局は評議会議長となって研究を引き継いだんだ。引き継いだ？あなたが？大勢の人間をナオミと同じようにした。そうやって超能力を研究することで、なんとか自分が死なずに済む方法を探し続けた。ユイとスメラギは世界を滅ぼす負の英雄、巨像の英雄だ。だから、何をするの？どうしてナイフなんか？すまない、カサネ。あとは頼む。本当に現実なの？ここは。カサネ！そこにいたのね。あ、返事は聞こえないからいらないわよ。事情は嵐たちから聞いて知ってるわ。今はそこから離れて、アジトへ逃げて。強化隊長たちもみんなそこにいるの。急いでね。はるかのテレパシーなら、ここは元の時代。戻ってきたのね、私。了解。アジトに向かうわ。お帰りなさい、カサネ。何はともあれ、無事にこの時代へ戻ってきてくれてよかったわ。嵐の推測を聞いていたら、いろいろと不安になってしまったから。ああ、すまないね。少ない情報からの推測だったから、最悪を想定していたんだよ。さて、私の推測の話より、まずはカサネが体験してきたことについて
聞こうじゃないか。僕たちが強制的に未来から現在へ引き戻された後、何が起きたんだ？ユイトに頼まれたわ。この時代のユイトを殺してほしいって。何？どういうことだ？そうか。つまり2070年がこの世界の終わりの様相になっているのはユイトのせいだと言うんだね。クナドにできたあの穴は疑似的なブラックホール。厳密には違うんだろうね。カサネとユイトの超能力が生み出した限りなくブラックホールに近いものだ。本来はあれを操って時間を移動するのではないかな。能動的に時間を移動するための装置ということだろう。人間の脳が作り出したものだからこそシステマチックにできているはずだよ。それが消えないということが世界に悪影響を及ぼしているんだな。おい、それでカサネは引き受けてきたのか？いえ、結論を出す前に戻ってきてしまったから。うん、それは50年後のユイトがそれを計算したからだろうね。時間跳躍能力レッドストリングスはカサネの感情の爆発に影響される。衝撃的なことが起きると感情値のようなものがエネルギーとして蓄積されるんだろう。すると時間跳躍能力を制御できないカサネは瞬時に超能力を発動させてしまう。私はカサネが時間の迷宮に迷い込んで現代に戻れないことを危惧していた。しかしどうやらそういうものではないようだね。カサネが時間を飛ぶ際にはガイドがあると考えた方がいいようだ。一度行った時代、ゆかりのある時代には引き寄せられやすいんだろう。そのガイドがカサネには赤い糸という形で認識されているんだろうな。つまり未来のユイトにはカサネの感情値の蓄積でこの時代に帰ってこられるという推測ができていた。そんな理屈はどうでもいい。殺すのか、あのお坊ちゃんを。わからないわよ。簡単に決められるわけないでしょ。そうだな。すまない、声を荒げて。みんな落ち着きましょう。カサネにはいろいろなことが立て続けに起きてしまった。かなりの負担がかかっているはずよ。少し休んでこの後のことを考えてみましょう。それに未来は過去とは違って移ろいやすいものよ。私たちが垣間見た未来は、カサネが未来に行ったままこの時代に戻ってこなかった歴史のはず。そうだったわよね、嵐。ああ、カサネが戻ってきたことであの未来はひとまず消えた。だがこの世界の未来図はカサネの存在よりもユイトの存在が鍵を握っているのは変わらない。あの未来が消えたからといってもあの未来と近い未来が訪れる可能性はあるね。もちろんそれを回避するために知恵を巡らせるのが人間のあるべき姿だと思うが。グデアラなんて言われている割には真面目に努力することを尊いと思っているのは素敵だわ。失礼だな。私は無駄が嫌いなだけだよ。面倒を回避するための努力は惜しまないさ。そういうわけだから、カサネもあまり急いで結論を出すことはない。いいね。そうね。なんだか強化と話したい気分。みんなで未来に行ったなんて、この目で見たのにまだ信じられないわ。古来時間旅行を夢見た人間がどれほどいたことか。人類の悲願達成というわけだ。でもあんな未来なら見たくはなかった。
京花、海抜群に入隊してからずっと気になっていたことがあるんだけど。ええ、何かしら。戦闘中の京花って随分印象が違うわよね。時々人が変わったように感じるわ。ああ、そういえば訓練生時代は私の実戦を見る機会がなかったものね。私、勝負事になるとちょっと性格が変わってしまうみたいなのよ。そういう人結構いるでしょ。おや、強化の戦闘モードの話かな。新人はみんな驚くね。温厚な強化隊長が豹変って。いやあね、そんなに怖いものじゃないわよ。ないわよね。怖くはなかったけど驚きはしたわ。面白いことを教えようか。私は同期だからよく知ってるが、昔の強化はいつもあんな感じだったんだよ。そうだったかしら。ああ、近づきがたい感じで同期の間では有名だった。でも海抜群にいる間に年々性格が丸くなってね。今じゃこんな風に優しい強化になったのさ。今や昔の面影が残っているのは戦闘中だけなんだよ。人間、変われば変わるものだね。おっと、私はそろそろ大事な昼寝の時間なので失礼するよ。不思議な話ね。どうしてそんな風に変わっていったか、強化自身に心当たりはあるの？私が変わった理由？そうね、はっきりとはわからないけど、きっと昔の私は自分しか見えていなかったんじゃないかしら。でも海抜群でいろんな仲間と接して一緒に戦ううちに、周りの人たちとの結びつきが増えていって、彼らと結んできた一つ一つの縁をなるべく無駄にしたくないと思うようになったの。みんなに気を配ったり、おせっかいを焼き始めたのもそんな理由だったかもしれないわね。そうだったのね。昔の強化も頼りにはなるけれど、私は今の強化に出会えてよかったと思うわ。重ねにそう言ってもらえると嬉しいわ。そう、いつまでも今の私のままでいられればいいのだけどね。強化、どうしたの？暗い顔して。あ、いいえ、何でもないわ。強化の昔の話、とても興味深かったわ。そう？他に聞きたいことがあったら何でも言って。私のおすすめ占いサイトを教えましょうか。いえ、それは別に興味がないからいいわ。遠慮しないで、そのうち一緒に占いに行きましょうね。来てくれたか。呼び出してしまってすまない。別に構わないわ。まずお前に謝罪させてくれ。あの時ナオミが怪異に変わってしまったのは俺の力不足ゆえだ。妹のお前には辛い思いをさせてしまった。本当にすまない。別にあなたのせいとは思ってないわ。それよりお姉ちゃんから受け取ったものって？なあ、これだ。確かにお姉ちゃんの字だわ。どうしてお姉ちゃんが手書きの手紙をあなたに？玄馬と親しかったなんてお姉ちゃんからは特に聞いていなかったけど、
俺が特に親しかったわけではないだろう。共に戦った期間は短かったし、多く話したわけでもない。だが、ナオミはそういう距離感を気にせず、俺を気遣ってくれた。手紙を読んでみてくれ。これは料理のレシピね。俺はどうも仕事を抱えすぎる癖があってな。そうなるとつい食事も雑に済ませてしまう。外には疲れを見せないようにしていたつもりなんだが、ある時ナオミに呼び止められてこれを渡された。忙しい時でも体を壊さないように簡単に栄養を取れる食事の作り方をまとめてみたと言ってな。メッセージで送ることもできただろうに、わざわざ手書きでだ。几帳面なものだ。お姉ちゃんらしいわね。ありがたい反面反省もした。新入隊員にまで不摂生を心配されてしまうとはな。ナオミも海抜群に入ったばかりで暇ではなかっただろうに。お姉ちゃんはいつもそうだったわ。自分のことより周りのことばかり優先して。それでレシピは役に立ったの？ああ、手間もかからず栄養も取れて味もうまい。このレシピのおかげで体調管理が随分楽になった。今までまともに料理をした経験などなかったんだが、ナオミが手順まで丁寧に書いてくれたおかげだな。読みながら飯を作っていると、一文字一文字から相手をいたわる気持ちが伝わってくるようだった。やっぱり私のお姉ちゃんはさすがね。でも役に立ったならどうして私にこれをくれるの？せっかくお姉ちゃんがあなたに渡したんでしょう。今時手書きの文章は貴重なものだ。俺の手元に置くより妹のお前が持っていた方がいいと思ってな。手順はすっかり記憶した。それにナオミのことで誰よりも傷ついたのはお前だ。必要としているものが持っているべきだろう。そう、わかった。なら受け取っておくわ。それをお前に渡せて少し肩の荷が下りたような気がする。どういうこと？まさかお姉ちゃんの手紙を手放したかったっていうの？いや、そういう意味ではない。ただその手紙を見るとナオミに起きたことを思い出してしまってな。長年海抜群にいて仲間を失うことにも慣れたつもりだったが、ナオミのことはまだ冷静に受け止められん。あの時あいつに起きたことを思い出すと自分の無力さを痛感して心臓をわしづかみにされたように感じる。正体を預かった俺がもっとしっかりしていれば、ナオミがあんな目に遭うのは防げたかもしれない。すまんな、こんな話を聞かせてしまって。お前の方がよほど辛いだろうに。別に構わないわ。どんな話を聞いたからって私の辛さが変わるわけではないもの。そうか。だが戦いに身を置けばいずれ一人では抱えきれない重荷を感じることもあるだろう。俺も海抜群に長くいる者として助言できることがあるかもしれん。もし必要になった時は連絡をくれ。そうね。そんなこと起きないと思うけれど、万が一の時には連絡するわ。それじゃあ用が済んだなら私は帰るわね。あ、ゲンマ、お姉ちゃんのことで随分自分を責めているみたいだった。せっかくのお姉ちゃんの気遣いを無駄にしないでほしいものだけど。朝ね、ちゃんと休んでいるかい？
ご心配なく、自分の体調くらい把握してるわ。それならいいんだが、重ねにしては珍しく身だしなみに隙があるようだからね。いろいろあったし、そんなことにも気がつかないほど疲れているのかと思ったんだよ。好きって？ほら、その髪飾り少し汚れてる。え？本当だわ。綺麗な布と洗浄剤、確かキッチンにあったはず。おいおい、何をそんなに慌てて。元気そうで何よりだ。よし、これで大丈夫。綺麗になったわ。何？いや、丁寧に手入れをしているなと思っただけさ。それに随分と珍しかったからさ、重ねが髪飾り程度のことで取り乱すなんてね。これはただの髪飾りじゃないわ。ナオミが作ってくれたのよ。お揃いでね。そういえば彼女も同じようなものをつけていたね。ええ、子供の頃に姉妹の証として作ってくれたの。それを汚したまま気づかないなんて本当にありえないわ。自分でも信じられない。ふん、思い出の品っていうのはそんなにも大切なのか。当たり前でしょ。嵐には髪飾り程度にしか見えないだろうけど。ああしけ、気に触ったのなら謝るよ。なんというか、少し不思議に思えたんだ。私は弟との、吹雪との思い出の品なんて何も持っていないからね。何もって、写真くらいはあるでしょ。ないよ。画像データの一つさえ保存していない。保管には場所を取るし、手入れにも手間がかかる。データで持っていても容量の無駄。ご利益を期待するほどロマンチックな性分でもないし、ま、そういうわけさ。姉と弟ってそんなもの？なんだかよそよそしく感じるけど。人それぞれだろう。私には君たち姉妹の方が不思議な関係に見えるよ。そうかしら。そうそう。さて、少し休もうかな。重ねも私を見習って要領よく休息を取りたまえ。嵐よ、そこは考えさせて。なーに、遠慮などすることはない。いつでも教えを請いに来るがいいさ。確かに私は全ての兄弟姉妹が私とお姉ちゃんみたいだと思い込んでいたところがあるけれど、でも嵐と吹雪連隊長の関係にはなんとなく違和感を覚えるわ。